サンディビは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン。サンディビは、ランデルノーの北西、ブレストの東にあたる。現在のコミューンは北に通る高速道12号線と、ブレスト・ブルターニュ空港に近接する。サンディビの名は、リンデスファーン修道院にいた、ウェールズ人聖職者ディビに由来する。 1531年には、ソン・アイビー。1560年には、セインとディビ。1637年には、ソン・クティデイビです。1651年には、ソン・アイビーと名が記された。ディビは、ケレディジョン王国の王、ケレディグと、日の名の子として、ディリノンで生まれた。ディビは、アルモリカを放浪中に、ある時、ギパバ近郊に滞在した。 そこは、レシビと呼ばれていた、外からの攻撃に備えた、防御施設のある、マノワールで、このマノワールの周囲に徐々に、農民の家が集まっていき、サンディビの町となった。サンディビ教区は、古いアルモリカの教区であるラフォレランデルの教区の、会唱で生まれた。15世紀移行教区であったが、19世紀前半に教区となった。サンディビの、 泉地元で聖グレズヌの礼拝堂と呼ばれている古いドルイドの聖地がペンアルクレアック近くの森にあった。それは実際は壁に囲まれたところにある2メートル近い高さのあるメインヒルであった。ケルダロン近くでは古墳が見つかり、ローマ時代のレンガの遺構も近くで見つかっている。ギッパバを経由し、ランデルブレスト間を走る。 古い高速道12号線は、かつてのローマ街道ルートに対応している。中世のサンディビにあったラエ城は、ケルギジオ・ケルバドゥエ家が所有していた。また、城は一時期、レジビ家が所有していたこともあった。サンディビは、ランデルノー大管区の領地となった。17世紀のサンディビは、地域の他のコミューンと同様、家庭用不正品製造が盛んだった。 甘と朝が持ち込まれ生産されていたのである。十二箇所の管理がサンディビにあった。フランス革命前夜に書かれたサンディビの第三身分の陳情書にはサンディビの教区民たちが軍の荷車に対して教区民が課せられた義務と兵士たちの教区民たちに対する態度についての文句が申し立てられている。荷車は頻繁に壊れる。 我々はほとんど怪我をさせられ、時には虐待を受ける。フランソワ・ムダンはサンディビの第三身分の陳情初期掃除に唯一の議員であった。コミューンとなって初の主張となったのはもともと地域の主催であったフランソワ・ガブリエル・コズールであった。聖職者民事基本法に反対してレオン司教区内の聖職者たちが抗議の署名をすると、 彼は小教区に属するグルメロンシンプラタの聖職者たちと共に逮捕された。住民たちは聖職者たちが晩火の後に逮捕されたことに反対の声を上げた。彼らはブレスト城に投獄された。コズール氏は革命時代を生き延びて1812年に亡くなるまでランデルノーの公立療養所で神父となっていた。サンディビの住民は 1793年に発生した半徴平成の乱に参加している。サンディビの人口の水産省もと、1999年まで、イヘス、2000年以降は NSEE。ありがとうございます。